こんにちは、バーバです。今日はこの立体的なお花の作り方をご紹介します。以前別の動画でこのような形のお花の作り方をご紹介していますが、似ていますがどこが違うかというと、こちらのお花はこのように中心のひだが多い仕上がりになっています。前回はこのようなちょっとシンプルな形の花になっています。では今回はこの立体的な可愛いお花、早速作っていきましょう。用意するのは通常の15センチ四方の4分の1のサイズの 7.5 センチ四方の折り紙が5枚になります。あと他に糊を用意してください。今回は片面だけ色の折り紙を使って折っていきますが、両面折り紙を使うとこのように2色の色が出て、両面が同じ色の折り紙で折るとこのように1色の仕上がりになってきます。5枚とも同じ折り方で折っていきます。まず花のこの中心に出したい色を上に置いて、周りのこの花びらの部分に出したい色が裏になるように折り紙を置きます。まず半分に折ります。さらに半分に折ります。一度開きます。そしてまず右下の縁が中心の折り筋に合うように、この下の縁の中心から角をこのように折り上げます。こちらは反対で、上の縁が中心の縁に合うようにこのように上の角を折り下げます。このように折れたら一度全部開きます。そしてこの中心の折り筋が谷折りになっている方を上に置いて、この斜めの折り筋の角が上になるように置きます。ここの斜めの折り筋で上の2つの角を中心に向けてこのように折り下げます。裏返して、そしてこの横の折り筋と縦の折り筋がそれぞれ山折りになるようにこのように折ります。そしてここの折り筋が谷折りになるようにこのように折り筋通りに折りたたんできます。そうすると角がこのように横に2つ飛び出た形で折り上がります。ここの縁に合わせて角をこのように折ります。反対もここの縁に合わせて角をこのように折り下げます。このように三角形に折り上がって中がこのように開いた状態になっています。そしてこの2つの角を見て、左側の角をこの三角形の中にこのように入れ込みます。右側の飛び出た角はそのままにしておきます。これで一つのパーツが完成です。残り4枚も同じように折ります。このように
5枚とも同じように折れました。これから5つのパーツをつなげていきます。糊を用意して、まず1つ目のパーツのこの飛び出している三角形のこの裏の方、こちらの表ではなくてこの裏の方に糊をつけます。そして2つ目のパーツのこの開いた時にこの左側の部分、この中心の角は右側に倒すようにして、開いたこの左側の部分にこの糊をつけた三角形を挟み込みます。そして2つのパーツのこの角と上の縁がぴったり位置が揃うように合わせて貼り合わせます。3つ目以降のパーツも同じようにつなげていきます。次は2つ目のパーツの三角形のこの裏に糊をつけて、そして3つ目のパーツのこの左側の隙間に挟み込んで位置をしっかり揃えて貼り合わせます。同じようにどんどんつなげていきます。5つのパーツがつながったら、最後の5つ目のパーツの三角形の裏にも同じように糊をつけて、そしてこちらの角が中心になるようにこのようにくるっと丸めます。そしてこの1つ目のパーツのこの左側の部分に5つ目のパーツの三角形を挟み込んでしっかり貼り合わせます。はい、これで花の形がだんだんできてきました。最後にこの5つの角を外向きにこのようにカールをつけて花びらの形を作っていきます。花びらの形が全体的に整ったら、これで花の完成です。裏はこのような感じになっています。最初に見本でお見せしたこの2つの花は、中心に100均などで売っているこのようなデコレーションシールを中心に貼り合わせたものになります。ちょっとこのようにビーズなどで飾りをつけることでもとても見栄えのする花に仕上がってきます。両面違う色の折り紙で折ったり、両面同じ色の折り紙で折ったり、使う折り紙によっても雰囲気の違う花に仕上がります。折り紙5枚使いますが、1枚1枚の折り方は簡単ですし、ちょっとした飾りにこの立体的な可愛いお花、ぜひ作ってみてください。